クリシオゲネスモンは、グラム陰性の細菌モンである。クリシオゲネス1項1目1下より構成される。2019年現在、記載されているのは、以下の4種である。常温性、変性嫌気性の従属栄養生物であり、炭素源として、ピルビン酸、酢酸、乳酸、リンゴ酸、フマル酸、コハク酸など低級炭素サカ物を利用する。 最終電子受容体として、硝酸や硫酸塩ののか、ヒ素やセレン化合物を利用できるものが多い。グラム陰性の細胞壁、単極の弁網を持ち、湾曲したビブリオ、または螺旋状の形態を持つなどがある。16S ルナ系統解析に基づいて設定されており、この門を特徴づけるような特別な細胞構造、特徴はあまりない。 他の細菌門とは離れており、系統関係はあまりよくわかっていない。16S ルナによる系統王子ではデフェリバクターに比較的近い。この種は1996年にヒ素で汚染された吉原から単離されたもので、悲惨を還元してアヒ酸にする。悲惨の使用はエネルギー的にメタン発酵や硫酸還元よりも有利といった利点があるが、 ヒソ化合物には強い毒性があり、増殖に使用する生物はほとんどない。クレサヤジニーズに特徴的なものである。分離源であるヨシワラのヒソは金衡の排水に由来するもので、クレサヤジニーズという命名もギリシア語で、金衡から生まれたものといった意味がある。デスルフィユーリスピラナトロノフェラも飛散を還元できる。2007年に、 オランダの脱粒バイオリアクターより発見されたもので、悲惨は代謝できないものの、無機用や不丸酸なども還元する。シーアーソナティスが中性環境を好むのに対し、こちらはアルカリ環境を好む。最適は pH9.0 で pH8 から10.2の間で増殖する。学名はアルカリを好む、黄を還元にする、螺旋菌という意味である。 禁煙なデスルフィユーリスピーロラム・インディカムはセレンさんを代謝する。ありがとうございます。